公共的部局作品45は、ロシアの作曲家、セルゲイ・ラフマニノフの最後の作品である。1940年に作曲された。1940年に、ニューヨークのロングアイランドで作曲された。作曲者自身が何が起こったのか自分でもわからないが、おそらくこれが私の最後のきらめきになるだろうと述べたように、この作品が、ラフマニノフの白鳥の歌となった。 オーケストレーションに先立って、まず二大ピアノのための版が8月10日に完成された。この二大ピアノ版の初演は、ラフマニノフの自宅で開かれた私的な演奏会で、作曲者自身とウラディミール・ホロビッツの共演により行われた。この版には、作品 45A という作品番号が与えられている。二大ピアノ版の完成後、 ラフマニノフは指揮者の友人オーマンディに宛てた8月21日付の手紙の中で新しい公共的作品を作曲中であること、そして完成後にそれをオーマンディと当時オーマンディが音楽監督を務めていたフィラデルフィア管弦楽団に検定したい旨を述べていた。この時点でラフマニノフは幻想的部曲集として着想しており、各楽章にマヒル、ガレ。 夜中という表題を付すことも構想していた。オーケストレーションは10月29日に完成し、各学章の表題は破棄されて3つの学章からなる公共的部局として発表された。初演は1941年1月3日に友人オーマンリ式フィラデルフィア管弦楽団によって行われ、好評を持って迎えられた。 四楽小生ではなく、部曲として作曲されたとはいえ、クリーグの同名の作品とは異なり、各楽章間に構成上の緊密な連関が見られることから、公共曲としての性格も併わせ持っている。精力的なリズミカルな部分と、作曲者特有の濃密で、叙情的な旋律とが結びついた作品に仕上がっている。作品中には自作の公共曲第1番、及び、 鉄屋からの引用が見られる。公共局第一番は初演の失敗以来ほぼ半世紀にわたって上演されず、出版もされていなかったので、ラフマニノフの内輪の人物以外に、この参照関係に気づいた者がいたとは、到底考えにくい。グレゴリオ星下、怒りの日の戦立主題の必要な引用も、際立っている。前述の公共局第一番をはじめ、死の島、公共局、 第2番、カネ、ボカリーズ、パガニーニの主題による、教師曲、公共曲第3番などとともに、この旋律を効果的に使用した作品の一つである。公共曲第3番とほぼ同じ編成を踏襲。ラフマニノフの作品で唯一サクソフォンが使われており、第1楽章で重要な役割を担う。なお、打楽器については、第2楽章では、ティンパニ、シンバル、 バスドラムのみが用いられ、第三楽章では、スネアドラム、シロフォン、カネが、この三楽章のみで使用される。また、ピアノは、第三楽章では使用されない。以下のように三つの楽章からなる。演奏時間約35分。破綻調。形式はほぼ三部形式に従っているが、その他形式の要素も合わせ持っている。曲の始まりは、弦楽器が弱音で刻む上で、 木管楽器によって主題が断片的に奏され、前奏で結然とした響きになる。ザクザクした更進曲調のリズムの上を木管楽器によって主題の全容が提示され、弦楽器やピアノを加えつつ変奏され発展していく。中間部では A 派短調に展示、オーボエとクラリネットが出す動機に続いてアルトサクソフォンが哀愁を帯びた旋律を歌う。この旋律は、 次第に、ロマンティックな色調を帯び、表情豊かに扱われた後、バスクラリネットによって暗雲が演出されて徐々に加速し、最初の主題が回帰する。しかし、これは単純な反復ではなく、展開部のような扱いも見られる。八丁町に転調したコーダでは、公共曲第一番第一楽章の主題が改装され、静かに曲を閉じる。途端町、三部形式。 この楽章は、チャイコフスキーや、アレンスキーの好んだはアルツ楽章となっているが、華やかさよりも、一末の不安や哀愁が、色濃く出ている。曲は、不安な雰囲気を帯びたファンファーレから始まる。続いて、ワルツのテンポが刻まれるも、それはファンファーレによって、中断を余儀なくされる。その後、独奏バイオリンが導入の楽句を弾いて主題に入る。主部のワルツの主題も、 暗く幻想的な雰囲気を持っており、それに絡む対戦率が不安な気分を高めていく。その後、冒頭のファンファーレが再び登場し、新しいワルツの戦率を導き出すも、いずれも不安な気分は称えられたままである。最後はテンポを上げたコーダによって閉じられる。三部形式だが、その他形式の痕跡も認められる。導入部は露丹町に始まり、 主部でに長々に転じる。この楽章はスケルソ的な性格を帯びており、調整やリズムも絶え間なく変化していく。また、怒りの日の主題が随所に強烈に打ち出される。短い導入部では、加工する動機と不気味な鐘がこの楽章の内容を暗示する。自由な三部形式による主部に入ると、ファゴットが主題の断片を出し、それにフルートと鐘の響きが応える。 オーケストラ全体で二丁調のスケルォ風の主題が提示されて変装風に取り扱われ、ピッコロとシロフォンで提示される五短調の新たな旋律がそれに絡み合う。結微部で一度頂点を形成した後に中間部では減速し、憂鬱なワルツ的旋律が歌われる。ボエによって第一主題への回帰が提示されると徐々に楽器が増え、それに絡むような形で、 怒りの日の旋律が姿を表して曲は幻想的な雰囲気を帯びていき、前奏とタムタムの一撃によって再び頂点が形成される。怒りの日と融合した第一主題がごく短く提示され、結備部の強烈なカタストロフと打楽器による計画を経て低減楽器による第二主題が再現される。コーダ直前で、鉄や第九曲のアレルヤの旋律の引用が見られ、 神への祈りを暗示する。コーナでは第一部の決尾部が二町長で再現され、アレルヤの音楽を繰り返して熱狂的に曲を締めくくる。舞曲という題名の通り、この作品は実際に仏塔に用いられることが想定されていた。ラフマニノフはオーケストレーションの完成前にこの作品をミハイル・ホーキンにピアノで披露していた。ホーキンは ラフマニノフのパガニーニの主題による教師曲をバレエ化して作曲者を喜ばせたことのある舞踏家で、この作品もホーキンによって振り付けられることが構想されていたのである。しかし初演の翌年の1942年にホーキンがなくなったため、この構想は実現には至らなかった。後にアルバトーレ・アイエロが1991年にノースカロライナ州バレエ劇場のために、 ピーター・マーティンズが1994年にニューヨークシティバレエ団のためにそれぞれこの曲に振り付けを行った。ありがとうございます。